おはようございます。今日の話は私のコミュニティスペースの作り方という、土井淳也さんと若林拓也さんの本の中から同名の題で書きました。場作りをしたいと思っています。まずは何から始めたらよいですかという質問に対して、場作りにはハードとソフトの2つの側面があります。物件を買うか借りるかして固定の場所で始めるハードの場作りと、特定の場にこだわらずイベント的に行うソフトの場作りです。もしあなたの場作りを一度も経験したことがないならば、まずはソフトの場作りから始めることをお勧めします。いきなり土地や物件を買ったり借りたりしてしまうと後戻りが大変ですが、イベント的なソフトの場作りは良い練習になります。場作りを進めていくには想像力と臨機応変な対応力が重要だと考えています。その想像力と対応力を養うためにはたくさんの経験を積むことが大切です。自分が初めてハードの場を持ったのは大学4年の時でした。焼津市から委託事業として商店街の一角に開設された若者地域交流拠点、若者プラットフォームやいばるの運営を任されました。中高生世代の若者の放課後スペースとして大学生世代のスタッフが運営を手掛けるのが大きな特徴でした。この施設を運営するまでに中高生世代のやりたいことを応援するサークルに所属し、4年の間ソフトの場作りに取り込んできました。こうした経験もあって実際に中高生が集まる場を作るときにどんなリスクが伴うか、ある程度の予測ができるようになりました。そして場を作ることは必ずしもハードだけではなくソフトだけでも可能です。今はオンラインで簡単に場を持つこともできますから、まずはソフトの場作りから始め、どんな場を作りたいか動きながら模索してみてはどうでしょう。またソフトの場作りを続けることはハードの場作りを始める時の応援者を増やすことにもつながります。何も活動をしていない人がいきなりハードの場を開いても、そもそも人を集めることさえ難しいかもしれません。赤の他人が場を開いたと聞いてもほとんどの人は関心を示さないからです。土井市の運営するみんなの図書館三角には3つの事業の柱があります。1つ目は誰かとつながるみんなの図書館の運営です。2つ目は町の学びを自給することです。3つ目は小さな挑戦がたくさん生まれることです。1つ目の図書館は一箱本棚オーナー制度というユニークな方法によって運営されています。月額2000円を出すことにより自分の本棚を借りることができるんですね。今後日本は人口減少がどんどん進みます。公共をすべて官お上に任せるのではなく、人も団体も企業も今後は公共の担い手にならなければやっていけなくなります。そして大事なことはすべてを面白がってやることです。じゃあ今日は